セント・ジョンズ、セント・ジョンズ、A、ストリート・ジョンズは、カナダニューファンドランドラブラドール州の州都。人口99,512人。広域県の人口は172,918人。2001年、統計。ニューファンドランド島の東南に突き出たアバロン半島の、東端に位置する港町である。世界一切りの深い町として、ギネス世界記録に認定されている。 ニューブランズウィック州のセントジョンと混同されがちだが別の町である。16世紀初頭からヨーロッパ人の到来が始まった北米で最も古い歴史を持つ町の一つである。1497年6月24日、先例者ヨハネの祭日探検家ジョン・カボットがヨーロッパ人として初めて町近くの港に上陸したと言われる。しかし、 上陸した地点は今もなお争点になっている。その後、ポルトガルやフランス、バスク地方、イギリスの探検隊や漁船が次々と訪れている。こうして16世紀初頭にはヨーロッパ人によって漁業時期に季節キャンプが営まれるようになった。1519年のポルトガルの地図にはサンジョアンサウジ0をとして記入されるなど、早くからその存在を地図に見ることができる。 繁華街も16世紀半ばには原型ができている。1583年、北米植民地開拓のためのエリザベス一世の直居場を持つ探検家サーが到達し、この付近は直居に基づくイングランド最初の植民地として宣言された。ただし、この宣言は1713年のユトレヒト条約まで他国には承認されなかった。しかし、 ギルバートはイギリスへ帰還する航海が長引き、すぐにこの地に定住が始まることはなかった。その当時、港の沖には16ものイングランド船と20ものフランス船とポルトガル船が入港していたが、定住者はいなかった。1610年には、ジェームズ一世の直居場を持つ、率いる定住のための入植者がイングランドからセントジョン近郊のに到来した。1620年までには、 このエリアでイギリス漁船が他国の漁船を圧倒するようになった。しかし実際にセントジョンズへの定住がなされたのは1630年代になってからのことである。17世紀にかけて徐々に人口が増えたが当時はニューハンドランド最大の入植地というには遠い状況だった。人口は漁の季節になる夏の間には膨らみ多くの漁師や漁船が セント・ジョンズを訪れるようになる。街の防衛は、漁業や商業をめぐる争いから必要性を増した。1665年6月、オランダの海軍軍人、ミヒール・デロイテルが一時的に、セント・ジョンズを占領する事態になった。1673年にも2度目のオランダ軍による侵略があったが、街にいた人々は国籍などを問わず防衛に参加し、防ぎ切った。 1689年頃から、イギリス政府は、町の要塞化を進めた。フランスの公開者、ピエール・ル・モイン・ディベルビューによる1696年の占領と破壊の後、イギリスは町を取り返し要塞建設を進めたが、1705年と1708年にも、フランス軍に襲われ死害が得る被害を受けている。7年戦争にこうして、北米で起こった。 フレンチ・インディアン戦争では、最後の戦闘が1762年に、セント・ジョンズ郊外のシグナルヒルで起こり、シグナルヒルの戦い、フランス軍は降伏した。18世紀には、セント・ジョンズに、ニューファンドランド植民地の行政府が置かれ、教会の建設や、商業の発展などに力を入れ始めた。その後、セント・ジョンズは、グランドバンクの豊富な漁獲を背景にした、水産業、 英国海軍の中東地、ニューファンドランド自治領の首都や商業の中心地としてゆっくり発展していく。古くはアメリカ独立戦争ほか第二次世界大戦などで軍港として機能した場所でもある。1949年にニューファンドランドのカナダ編入とともにニューファンドランド収集都となった。 セント・ジョンズでは1520年頃にはイギリスの漁業船による季節キャンプが行われていたが、これは定住ではなかった。また、1583年には直居場に基づくイギリス最初の植民地が宣言。されが、実際の定住が始まるのは1630年代になってからのことである。実際に定住が行われたイギリスの北米植民地で、 セント・ジョンズより古い町は、バージニア植民地、ジェームズ・タウン、1607年、クーパーズ・コーブ植民地、1610年、バニューダ植民地セント・ジョージ、1612年、ブリストルズ・ホープ植民地、1618年、そして1920年代のニューイングランドの植民都市などがある。北米で最も東にある都市であり、アトランティック・カナダでは、 ハリファックスに次ぐ2番目の規模を持つ。カナダの主要都市の中で、セントジョンズは最も日照時間が少なく、年1633時間、最も霧が多く、年124日、最も風が強く、平均時速 24.3km、最も雪が多く、年間降雪量、335.0cm、最も降水量が多い。 年線5 3 4 2ト、mm、ル超である。しかし冬はカナダの他都市に比べてそう厳しくなく、むしろ穏やかである。気候は海洋性気候で、夏は涼しく、冬は比較的厳しくない。一方、大西洋に突き出した位置にあるため、ハリケーンや巨大低気圧などの通り道となりやすい。セントジョンズはかつて漁港として繁栄し、 現在は水産業と海底油田、ガス田関連産業で成長を遂げている。また、州都として島の中心地としての地位も繁栄に結びついている。今後は海洋産業のみならず観光業などの発展が見込まれている。都市圏全体の人口は微減しているが、近郊自治体は人口が急成長している。人口の中には科学者や 技術者の割合が多いことも特徴である。しかし、州全体では、グランドバンクスでの乱獲から来た、タラげ期限や1990年代以来続く、漁獲制限などにより、漁民の生活が崩壊している。漁業中心の経済の賃貸で人口減少が続き、セント・ジョンズの成長が、州自体の成長には繋がっていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。